ライフユーアップ。私たちは考えました。家や仕事場以外にもう一つ居場所があれば暮らしはもっと豊かになる。第三の居場所、ダイハツニューアトレー初期品質評価ナンバーワン。ライフユーアップ、思いっきり楽しむ場所、ゆっくり休む場所、自分を見つめる場所、これ全部アトレーで叶います。第三の居場所、ダイハツニューアトレー。カローラの歴史は進化の歴史だ。世界累計5000万台の感謝を込めて特別なカローラ登場。日産の K ルークス、プロパイロットがハンドル操作をアシスト、車間距離もキープ、家族はもっと楽しめる。日産ルークス、安全性能最高評価獲得。スマイル始まるよ。ワゴン R にスライド追加、待ってたよ。ワゴン R にスライド追加、グッドなサイズ、スマイルと申します。スライドドアのワゴン R スマイルデビュー。鈴木、電気の走りで遊び心を解放しろ。キックス e パワー、アクセルオフでブレーキ並みの減速。さあ一気に行こうか。日産キックス e パワー、購入サポート実施中。頼れる EK 先輩たちはクロスのこだわりにはまった。その走りの心地よさに、その空間の自由さに、どっちもありだな。三菱 EK クロスシリーズ、今なら7万円。行けるって楽しい。日産デイズ、日産のプロパイロットがハンドルもペダルもアシスト、余裕の運転でお出かけが楽しくなる。もっと行っちゃう？日産デイズ、安全性能最高評価獲得。ホンダの EHEV リアルタイム AWD は電気の力で雪道も楽しい。ベゼル EHEV が新登場、世界に新しい気分を。ぜひホンダカーズで。北海道にはホンダのハイブリッド四駆。電気の走りで冬の思い出を作れ。セレナ e パワー、アクセルオフでブレーキ並みの減速。日産セレナ e パワー、購入サポート実施中。日産ノート e パワー、初めての遠出、街乗りも楽しいけどこういう道も楽しい。日産の電動化技術 e パワーなら離した瞬間スムーズに減速。ブレーキ踏んでるみたい。踏んだ瞬間一気に加速、アクセル一つで思いのままに。乗ればわかる電気の楽しさ、日産ノート e パワー。やっちゃえ日産。大きくなって大活躍、ソリオハイブリッド。鈴木、海と空と風と遊ぼう。遊べる系アスラハイブリッド鈴木。冒険の意味が変わり始めている。三菱自動車にとって今その全ては自然と共にある。電気自動車だったら排気ガス出ないんじゃないかなっていうところから興味を持ちました。少し自然を良くするお手伝いができているのかなって、ちょっといい気分です。さあ自然と並走して未来へ。 Drive your ambition 三菱モーターズ。あそこのパパは家でも遊び心あるけど、やっぱり車も遊び心あるな。すごいだろう。ちは遊び心にギアを入れろ。ニュースペーシアギア特別使用車出た。Thank you.
番前を走る人、毎日一歩ずつ歩く人、誰にも真似できないこと、みんなと分かち合うこと、人を喜ばせることにはみんな同じ価値がある。今日誰かを嬉しくできた？ホンダハート始まる。曲がる、止まるは新たな次元へ。表情性能 120% 到達、フリザック VRX3 誕生。上半期輸入車ナンバーワン SUV 選ばれたのは、使いやすくて余裕の大きなコンパクト SUV T クロス、286万7000円から。フォルクスワーゲン。何度も止まりそうになった。でも私たちは止まらなかった。この国の移動も物流も動き続けた。それを支えたのは自動車業界550万人の力だ。2022年、次に進もう。新しいことを始めれば新しい仲間が増えていく。550万人がチャレンジすれば何だってできる。トヨタがバッテリー EV、 いわゆる電気自動車の発表会をするということで取材してきました。新車を 1,2 台発表するんだと思っていたら、すごい数の電気自動車。豊田社長はバッテリー EV もグローバルでフルラインナップと言い切った。電気自動車の中にも選択肢を作る。選択肢の一つとして EV も本気だ、はい、燃料電池も本気、プラグインハイブリッドも本気、全部本気なんです、はい、全部本気です。トヨタイムズフルバージョンが見応えあるよ。